スズメガカとは、節足動物門、昆虫綱、ナ、臨死メ内の分類単位の一つ。スズメガカに属するガは、世界中に1200種ほどが知られている。成虫、幼虫ともに比較的大型になる。成虫の4枚の羽は体に対して小さく、三角形になっていて、高速で飛行する。幼虫は、お角と呼ばれる突起を持っている。 卵は2から3ミリメートル程度のやや変平な、球状の小さなもので、淡い緑色のものが多い。通常産卵数は数百個だが、卵解を形成せずに、飛翔しつつ一粒ずつ、バラバラに食草に産み付けられる。多くの場合卵は、数週間で孵化する。携帯幼虫は、典型的な芋虫型で、様々な種類の植物の葉を食べる。 元来もシという単語は、里芋や、サツマイモの葉に多くつくスズメガの幼虫を指した語である。現在でも農作物や、街路樹などに普通に見られ、我々にとって、ごく身近な存在となっている。毒針毛などはなく、触っても無害である。体型は、非常に特徴的で、多くが、腹部の末端に、おかくと呼ばれる顕著なお上突起を有している。 そのため英語圏では、スズメガの幼虫を、ホーンドアアームと称す。お角の形状、色は種類によって異なるが、その用途はよくわかっていない。体色は多様で、食草によく似た緑色をしたものや、褐色のもの、黒色のものなどが存在する。 また、同じ種の幼虫でも、同じ体色をユースとは限らず、個体差が顕著に現れることも多い。例えば、星姫宝弱ネオグレルカヒマシャラサンカや、エビガラスズメアグリアスコンボルブライ、モモスズメマルンバガスチュクイチャイケファレンなどは、個体により顕著な体色の相違が現れる。また、ビロードスズメレガスティスモンゴリアナなどの幼虫は、メモンを腹部に持つ。 スズメガの幼虫には発音するものもいて、メンガタスズメエクランシャスティクス、メドゥーサやブドウスズメアコスメリックスキャステーニア、モモスズメマルンバガスチュクイチャイケファレンの幼虫は、刺激すると顎をすり合わせて音を出す。一般に、弱霊幼虫は、体が小さく、色も目立たないので発見されにくいが、修霊幼虫に近づくと、体調。 体重が著しい増加を見せ、あたかも突然とそこへ現れたような印象を与えることがある。北米に広く分布する、タバコスズメマンダカセスタを例にとると、一例幼虫と、修霊幼虫の体長差は、約11倍で、四霊幼虫から五霊幼虫になるまでに体長が2倍近く、増加するという観察結果がある。また体重も一例幼虫の時と、 収霊幼虫の時では、数千倍の違いがあることが知られている。種によっては、幼虫時代に消費する食草の9割を、収霊幼虫の時期に消費する。食性食草は実に多様であるが、種によって食べる植物は決まっている。主な食草としては、ブドウスズメや、コスズメゼアトラジャポニカ、クルマスズメアンペラフェガルビギノサルビギノサの好む。 ブドウ科のつる植物、クロスズメスフィンクスカリジニーエカリジニーエの食べるマツカの、シニオジュ、モモスズメが多く見られるバラ科の植物、エビガラスズメアグリアスコンボルブライの好む、ヒルガオ科の植物などが挙げられるが、これらは、ほんの一部に過ぎず、様々な植物に、彼らの姿を見ることができる。中には、麺スズメの仲間のようにナスやジャガイモ、朝鮮アサガオ、タバコ、 トマトなど、ナスカのアルカロイド性の毒を多く含む植物を食べて成長するものもいる。米国では、タバコスズメとトマトスズメガが同じくナスカの毒性の強い植物を好んで食べることが知られており、これらのスズメガの幼虫はアルカロイドを分離した以外に分泌する特殊な構造を持っていることが明らかになっている。また、 口なしにつくオオスカシバセネフォズハイラスハイラスや、ヘクソカズラを食べるホシホウジャクマクログロッサムピリスティクタ、などもいる。スズメガは、幼虫時代には大量の葉を消費するので、しばしば外虫として駆除されることも多い。葉を一番多く消費する、修齢幼虫になる頃には、巨大になるので、比較的駆除は容易である。クルマスズメの成長過程幼虫幼虫、食草、 ブドウの葉サナギ生中多くの場合、スズメガの幼虫は成熟すると食草から地上へと降下し、そのまま穴を掘って地中にサナギ室を作るか、地表の落ち葉などを糸で綴った粗い眉を作ってその中でサナギとなる。しかし、星法弱のように植物上で食草の葉を紡いでサナギを作るものも知られており、一概に地中、地表でサナギになるとは言えない。 サナギは、幼虫同様比較的、大きく、また、幼虫時代の特徴であるお嬢突起を残しているので、判別は容易である。エビガラスズメのように長い興奮を持つ種では、サナギからも長大な興奮の折り返された突起が、突出している。多くの場合スズメガは、サナギの状態で越冬する。例外的にクズや、偽アカシアを食べる、トビロスズメは、成熟した幼虫が、 地中に潜って、全容の状態で幼虫の姿のままへ通し、初夏になってようやくサナギとなる。サナギの期間は種によって違いがある。大抵の場合、4から5ヶ月ほどだが、数週間で羽化するものも多い。なお、かつて、日本ではこのサナギを子供が手に取り、つつくと動くのを面白がったようである。体をくねらせるのは西を示そうとしているのだとの伝承があり、 そこからこのサナギのことを、二者どっちあるいは、にしむけという。特徴地中で浮かした成虫は地上に出て、活発に活動し始める。成虫は、種として、夜行性だが、オ須スカシバや宝弱類のように、日中飛行するものもいる。スズメガの成虫は鋭角を持つ、比較的ほっそりとした三角形の羽を持ち、これを素早く羽ばたかせて、種類によっては、 時速5 0トル以上の高速で移動する。その飛行速度は数多い飛翔昆虫の中でも速い部類に入る。また羽を素早く羽ばたかせることで空中に静止することもでき、その状態で樹液や花の蜜を吸引している姿が頻繁に観察できる。あまりに高速で移動するため、蜂や海外では蜂鳥と誤認されることも多く、ブラジルでは スズメガのことをマリポサベージャフロールと呼んでいる。また、オオスカシバのように透明な羽を持ち、スズメバチに擬態しているものも知られている。多くの場合成虫は春から秋にかけて出現する。ベニスズメやオオスカシバなどは年2回発生することが観察されている。一部の幼虫と同じく成虫も発音するものが多く知られ。 日本最大の大モ降りスズメラムアゼンゼロイドや綿型スズメは捉えると腹部から発音する。植生成虫は興奮が発達していて様々な植物の花の蜜を吸引するが樹液に集まるものも多い。成虫の興奮の長さは種類によって様々でそれぞれ好みの花の蜜線に届くような長さをしている。例えば内スズメは2センチメートルほどしかないが エビガラスズメは11センチメートルも伸びる興奮を持つ。マダガスカルや南アメリカには25センチメートルほども伸びる興奮を持つ者がいる。メンガタスズメは興奮がそれほど長くなく蜜蜂の巣の中に侵入して貯蔵された蜂蜜を強奪することが知られている。さらに、内スズメ赤のスズメガニはモモスズメなど、 興奮自体が大化して接触せず、幼虫時代に蓄積された養分だけで活動するものも少なくない。スズメガ、中立花スズメガの成虫は活動性が高く、多量の過密を消費し、距離の離れた多数の花を放火するため、様々な植物が、スズメガ中立花として、受粉を行うように特殊化した花を進化させている。特徴としては、 比較的大型の花が、夜だけ、あるいは昼夜を通して咲き、しばしば方向を放つ。花の色は白や黄色が多くて、闇夜に浮き上がって見え、長い興奮を花の奥に引き込んで、効果的に頭部に花粉をつけられるように、長い花筒や虚が発達している。代表的なものとして、松酔草類、カラスウリ、ハマユウ、サギソウ、お白い花などがある。 その広範な食草の種類と旺盛な食欲から一般に、スズメガは害虫として認知されているが、それとともに非常に利用価値の高い昆虫としても注目されている。欧米では、その大きさと繁殖力の強さから、タバコスズメやトマトスズメの幼虫が実験用として大量に飼育されている。日本でも、 人工飼料を用いたエビガラスズメの養殖が行われており、遺伝などの実験に利用されている。また、エビガラスズメの幼虫は非常に栄養価に富み、昆虫食の対象として注目されるほか、実際に家畜の飼料としても利用されている。海外には伝統的にスズメガをはじめとする臨湿の幼虫を重要なタンパク源とする地域が多く存在する。例えば、 中国では、飛び色ズメを、大豆芽と呼び、チャンスーショーなどで食用に養殖され、販売されている。そのまま炒めたり、焼いたりしても食べられるが、中国では生で、筋肉をすりつぶし、肉団子も作られる。飛び色ズメの場合、栄養素としては、約65%がタンパク質で、バリン、メチオニン、フェニルアラニン、チュロシンなどのアミノ酸を多く含む。また、 約25%が脂肪分でリノレン酸を多く含む。成虫はミツバチと同じく鼻から鼻へと飛び回るので植物の受粉に大きく貢献している。星宝弱アベリアの蜜を吸うオスカシバ。ありがとうございます。